やっと始まったんだなって感じが、まあ、そこでしてきたんで、楽しい気持ちが、はい、オフラインでやれるっていうのはやっぱ選手にとってモチベーションになるんで、まあ、これをきっかけに次の大会に、まあ、どうつなげていけばいいかなっていうのをちょっと今考えているところです。やっぱり海外のこのプレースタイルっていうのを、まあ、知るいい機会になると思うんで、まあ、TOTS カップがこの後に続くんですけど、そこに向けてその海外のいろんなチームの人たちの戦術を、まあ、どれだけ吸収できるかっていうところの編成をきっかけに、まあ、考えていけれたらなと。ヨーロッパの特徴をどれだけ掴んでこれるかっていうのが今回の大会のメインの目標になると思うんで、それがうまくいけば勝利にもつながると思うんで、できれば2勝していい結果残せるようにどんどん挑戦していきたいなと思っています。